皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。いや、ということで今日は先日ローソンさんからオムポムプリンマンっていうのが発売されてて、結構いろんな方が商品レビューを動画なんかでも出してみえたと思うんですけど、いろんなキャラ肉まんを作ってきたんですけど、今日はあのローソンの肉まんを再現してローソン風ポムポムプリンマンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まず肉まん生地を作っていきます。強力粉 100g、 薄力粉 50g、 砂糖 5g、 ドライイースト 2g、 ベーキングパウダー 3g、 サラダ油小さじ1、ぬるま湯 80cc をドライイーストめがけて加え、生地を混ぜ合わせこねていきます。ある程度生地を混ぜ合わせたら、生地の3分の1を取り分け、3分の2に少し水で溶いたターメリックを加え、よくこね色をつけていきます。残りの生地にはブラックココアパウダーを加え、こね黒色に着色していきます。生地をこねたらラップをかけて温かいところで1時間、一時発酵させていきます。では生地を発酵している間に中に入れるカスタードクリームを作っていきます。卵1個に砂糖 20g を加え、よく混ぜ合わせ、白っぽくなるまで混ぜ合わせたら、牛乳 70ml と薄力粉 10g、 コーンスターチ 15g を混ぜ合わせたものをふるい入れ、全体を混ぜ合わせ、600ワットの電子レンジで3分ほど様子を見ながら加熱していきます。1分30秒くらいから結構急激に固まるようになるので、そこからは少しずつ間を空けて加熱してください。肉まんの中に入れるので、これくらいまでしっかり固まった感じのカスタードクリームに仕上げたら、バニラエッセンスを加え混ぜ合わせ、肉まんの大きさに合わせてラップで包み、冷蔵庫で冷やしておきます。では今生地の一次発酵を終えて、生地が2倍程度に膨らんだので、ガス抜きをして生地を10分休ませ、黄色の生地を2等分し、3分の1を取り分けて耳の部分を作っていきます。残りの生地を円形に伸ばして、冷やしておいたカスタードを包んでいきます。カスタードを包んだら包み口を下にし、クッキングシートに乗せ、作っておいた耳をつけていきます。黒い生地を2等分し、帽子、顔のパーツを作り、くっつけていきます。どうも、トムトムプリンじゃない、何かです。はい、では今顔をこんな感じで作り終えたので、蒸し器の中で10分から15分蒸していきます。あれご飯よ、あれお座り、お座り、待て、よし、行くぞ、待て、待てー。はい、では今15分蒸したので開けてみましょう。オープン。こんな感じで蒸し上がってます。生地もしっかり膨らんでますね。よいしょ。こんにちは、小室です。これ下はね、テロリンと剥がして、はい、ではこんな感じでローソン風ポムポムプリンマンの完成です。はい、じゃあ今こんな感じでできました。はい、では今回はローソン風ポムポムプリンマンを作ってみました。それでは本日はローソンカフェラテ乾杯。
じゃあ早速いただきましょう。いただきましょうっていうか、もうなんかかなり無残な状態になってますけどね。いただきます。うわ、カスティーヌ、カスティーヌ。今回カスタードに、普通のカスタードを作るよりコーンスターチをちょっと多めに入れてカスタードを作ったんですけど、そうすることによって蒸し器で蒸しても崩れない、適度に緩くなるくらいの美味しいカスタードに仕上がると思います。生地もちゃんと発酵させたんで、すごいふわふわに仕上がってます。耳の部分が美味しそうですね。じゃあこの帽子の部分もね。生地は今回できるだけ食紅を使わないようにと思ってターメリック使ったんですけど、すごい綺麗な黄色がしっかりと出ると思います。帽子のところはココアパウダーにしたので、ちょっとねほろ苦いチョコレートみたいな感じの味の肉まん生地に仕上がってると思います。私あんま甘い肉まんっていうかあんまんとか食べることないんですけど、こういうカスタードとか甘いものも肉まんの生地によく合いますね。なかなかボリューミーポムポムですね、これは。ブラックボンバイも行ってみよう。超濃い。生地がちょっとこうやって中途半端に余ったりすると思うんで、余った場合はこうやって残り物のカスタードを包んで、ミニ肉まんなんか作るといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はローソン風ポムポムプリンまんを作ってみた動画でした。生地の色付けだけできるだけ食紅を使わずにターメリックとブラックココアパウダーで作ってみたんですけど、すごい綺麗に本家っぽい色があって美味しく仕上がると思います。まあローソンさん行っても今販売の方されてますし、あーローソンで買えなかったな、ちょっと作ってみようかなって人は、美味しい肉まんなので気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイポンポンブー。でも肉まんはやっぱ中お肉がいいね。